はい、これでかなり温まったと思うんで会長。Oh!
少女隊の皆さん、大迫力の演舞ありがとうございました。ありがとうございました。もう、たくさんもきらびやかな姿で、はい、見ていただいて感されました。そう、私目が足りないと思いながら見てました。すごく可愛らしかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いてのチームは福岡市から参加のチームです。メイド浜航空ラブ隊の皆さんです。西区メイド浜航空で航空住民の絆と連帯感を深めるということで練習を重ねてきたそうです。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。
という感情も盛り上がっていきましたよね。はい、皆さんもこれからも手拍子、足拍子、心拍子よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、次のチームはどこでしょう。はい、佐賀市からお越しの佐賀大学ランプの皆さんです。はい、もう盛り上がった気合がすごいですね。全ての演舞を思い残すことなく晴れやかな気持ちで演舞いたしますということで、曲名はですね、晴れやからと呼ぶらしいですよ。晴れやから待っていただきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
さん、素晴らしい演舞ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱり学生の中、若々しさというか、パワーがありましたね。顔からも晴れやかな気持ちで本当踊っていらっしゃるというのが非常に伝わりました。ね、あと途中からハオンさんの香りの後ろのキツネさんが私は個人的に気に入るポイントでした。かなり順番を気になってました。はい、それでは次のチームに参りたいと思います。次はなんと東京都からの参加です。東京、はい、2回目ですね。はい、踊れバカ東京チームでございます。はい、結成17年目のチームで、飲むこととよさこいが大好きという人たちが集まったチームになっております。はい、僕は課長風月、よろしくお願いいたします。お願いします。会場の皆さん、こんにちは。東京都月島から参りました、踊るバカ東京です。今年のテーマは課長風月。空から舞い降りた天女が微笑むと、江戸中が笑顔となり、おいも、おがきも楽しく踊り出します。精一杯踊らせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。それでは参ります。踊るバカ東京2018課長風月、踊り子構え。Thank you.
東京を拠点に新たな和の王道を示すエンターテインメントを生んだ作品を発表しますとのことで、曲名がですね、これすなわち天下太平とのことで、かっこいい名前めっちゃかっこいいですね。それでは入場もしていただいております。はい、やっていただきましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ご紹介に預かりました東京都より参りました和道と申します。私たちは今回の作品、これすなわち天下太平、江戸徳川家をモチーフとしました作品となっております。今日から2日間ここ福岡の地で踊ることをとても楽しみにしておりました。皆様に会えてとても嬉しいです。これからの演舞楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは参ります。和道、これすなわち天下太平。ここは大江戸天下の宮、将軍徳川お膝元。5年関ヶ原、負けられる戦いが今始まる。家康公まかりとWe'll be right back.
晴らしい演舞ありがとうございました。ありがとうございました。ストーリー性があるような演舞でしたね、はい、徳川家の歴史をすぐに分かるような分かりやすい内容でした。ちょっと頭が良くなってた気がします。そうですね。はい、続いてのチームはこちらも東京都からのチームです。東京ですか。はい、福物語というチームで、はい、福恋は初参加のチームになります。はい、100年先まで続くよさこいチームをもとに活動しているチームで、九州のお祭りはなんと初参加ということで、はい、太陽大和の九尾の子守唄という演目を待っていただきたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。お願いします。九州の皆さん、はじめまして。福恋阿賀祭初参加の百物語と申します。すごい楽しみに頑張ってきましたので、精一杯踊ります。よろしくお願いいたします。ここに語るは妖怪ヤマタノオロチと九尾のキツネの物語。遠き昔、人の世では2匹の太陽の果てなき争いが続いていた。
さん、素晴らしい演舞ありがとうございました。ありがとうございました。すごいダイナミックな演舞でした、ね、衣装もどんどん色が変わってね、見てて秋の鮮やかな演技でした、はい、ありがとうございました。さあ続きましては佐世保市から参りましたチームです。はい、セーランというチームですね。たくさんの練習で培ったチームワークの良さが私たちの誇りですということなので、セーラン待ってました。していただく楽曲はセーラン今を生きる。どうぞご覧ください。Hey!
切る活力が溢れる演武でした。はい、頑張っていただきました。はい、そして本日最後の演武となりますのは、はい、沖縄県那覇市からお越しの琉球天童組の皆さんです。はい、踊りであって踊りではない魂の叫びをぜひ見てほしいとのことです。はい、曲名は天童です。はい、それでは待っていただきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。アルコール、ギャンブル、それに乗じて一時は人生を間違った男たちです。でも今もう一回頑張ろうとしてる男たちです。分かってるか？皆さん、応援よろしくお願いします。
します。